皆さんこんにちは、杉下きてもです、あかりちゃん、今日の質問何ですか？最近ひとみさんお忙しく、お忙しいとあんま使いたくないんですけれど、常に何かスケジュールがあってっていう、やることがあってっていう時に、自分のいたわり方とか、そういうのはどんな風にされてますか？忙しいよね、最近。ね。なんか、暇、ちょっと前の、1年ぐらい、半年ぐらい前。うん。1年か。なんかブログに暇すぎるみたいなの書いてって。なんか暇になるのが私の仕事みたいなことをなんかブログに書いてんだけど、マジ忙しいんですよ、今。やっぱなんか人にはバイオリズムがあるので、まあそういう時期だったと思うんだけど、今はなんかやりたいことがたくさんあって、まあすごく充実もしてるし、あとやっぱこういう仕事してると、休みなのか仕事なのかわかんなくなりがちなのよ。で、やっぱりこうやってさ、あかりちゃんに来て仕事したりとか、コンサルしたりとかすると結構元気になるところもあるから、なんか、なんていうの、仕事イコール、たくさん入れると疲れるっていうわけでもなく、おー、そうなんですね。そう、なんか入ってる方が、こう、シャキッとして楽しくて、なんかこう、頭も回るし、みたいなところもあるし、いや、とはいえ、やっぱり、そういうなんか生産的なことを何もしない時間も、大事だなって思うところもあるから、両方もちろん大事なんだけど、でもなんか最近は本当にあんまり休みの日みたいなのがあんまりもうよくわかんなくて、ないじゃなくて、ないじゃないんですよね。なんか、まあもう遊びの予定ももう入れてるし、みたいな感じなんだけど、やっぱり自分がどういう、何をしたらホッとするのかを、よく研究してきたから、今まで。よく知ってる、多分私は。私はパートナーとお散歩するとか、ただお散歩しちゃべってお散歩するとか、なんかご飯食べに行くとか、なんだろう、料理を一緒にするとか、でもいいんだけど、なんかね、一人でやってるより二人でやってる方が気分転換になって、一人でやってると、途中からなんか、はぁって思って仕事とかできちゃうじゃん。あ、なるほど、なるほど。だから、なんかこう、完全に切り離して、どうでもいい話してるみたいなのもすごい癒しになるし、多分、私はね、ペット飼ってるとすごいんだろうなってよく思うんだよね。なんかこの辺に猫とかいたら、もう、多分すごい私は癒しになるんだろうなって思いながら、ちょっとペットが飼える家じゃないので、小鳥でも飼おうかなと思って、ね、鳥とか欲しいんだけど、本当は猫が飼いたくて。そう、みたいなこととか。小鳥。まあ、あと、前にも話してるかな、よく最近もう一回コンサルとか始めてるから、みんなに伝えてるんだけど、こうやってちょっと手を自分で温めたりして、それでね、こうやって体を触っていくの。へぇー。頭から下に向かっていいですか？なんでも OK。でもなんかさ、ちょっと自分にイコイコしてあげるっていうか、はい、こうやって触ってるときは、何も考えないっていうか、自分のことだけに集中してて。で、これこうやってやりながら違うこと、明日のご飯何しようかなとか考えてると何も意味ないですよ。これ何してるかっていうと、意識を自分に向けてるのね。よく今ここの動画でも話してるんだけど、今自分の意識が外側に向いてるから疲れるんだよね。人のこととか仕事のこととか、で、この意識がこっちに行かないから、要はなんか、まあ前回の動画でも話したけど、何か自分がこうやらかしちゃうことを起こして人から見てもらったり、喧嘩するようなことを起こして人から注意をもらったり、なんか不幸なことを起こして注目を集めようとしてしまうのよ。でも本当はエネルギー供給って自分でできるわけ、自分自身で。創造主なんだから、エネルギーの源だから。それをどうすればいいかっていうと、自分の意識を自分に向けるってことなのね。で、こうやってちょっと、なんかたださ、瞑想もそういいんだけど、なんか瞑想より充電は私はこっちの方がすごい効果があるなと思ってて、結構この感じとかでなんかお風呂上がりボディクリーム塗ったりとか、なんか化粧水とかするのもすごいんだけど、こうやってずっと、なんかお風呂に入った時とか、こうやって、
っていう感じで、なんかこうやっていくと、すごいね、充電されるんですよ。結構こう満たされた感じになるというか。うん、いやこれ、もう1日5分とかやるだけでも、一応ね、あのクラスとかのワークで15分くらいやったりするときあるんだけど、15分だと結構ね、みちみちになるんですよね。みちみち。これやってから仕事行ったり、これやってから寝たり、ほんとお風呂の中だけでもいいから、そうそうそう、やると、うんうんうんまあ、あとはなんかこう話しかける。なんかほんと今日お疲れ様とかでもいいし、もういつも頑張って生きてていないねとかでもいいし、今日めちゃくちゃこれのこと頑張ったね、偉いね、みたいな。ちょっとこういたわるのを声をかけるだけで、なんかこう、エネルギーロスをして人から変なものをもらおうとしたり、人にくれって言ってね、なんか心配してもらおうとしたりとか、余計なことしなくてよくなってくるし、うんうん、本当ね、これやってるとね、元気なんですよね。じゃあこれみんなで。そう、やってみてください、ぜひ。本当今日のお風呂入るときとか、うんうん。うん。どこでもね、できるし、膝の上に手を乗せて、でもできるから、電車の中でもできる。こうやって乗ってるわけでさ、うん。そうやってなんかサスサスして。あ、サスサス。サスるんですね。こうしているじゃん。マジマジ。自分の体に意識を向けるっていうのを、ちょっとやってみると、すごい、まあ、なんだっけ、質問、いたわる、自分をいたわるっていうのは、すごくいいと思いますので、皆さんぜひやってみてください。はい。まあ、例えばマッサージ行くとか、なんかそういう、いろんなね、好きなところに行くっていうのはもちろんなんですけど、まあ、そういう外的なことは、みんなそれぞれ好きな好みがあると思うけど、まあ、誰でも、どの人間でも共通してできる自家発電はやっぱこれだなと思って一番最強だと思ってるんで、これをすればね、どこに行っても結構元気っていうか、どこででも、うん、どこでも、うん、大丈夫です。ぜひやってみてください。はい。そんなところです。皆さんお忙しい方も今いると思うし、忙しい時期だと思うんですけど、はい、皆さんもちょっと体を触るワーク、うん、腎臓肝臓とかにこうずっと手当てるのもいいし、なんかハートのところでもいいし、なんか自分の調子が悪いところっていうのはやっぱりエネルギーが足りてなくて痛みとかを出してるので、特に痛いところとかはやってあげると本当に痛み取れていくと思うんですよ。これ頭痛いって時にうん、なんかエネルギー補給してあげるとか、うん、ね、すごいいいですよ。はい、じゃあ皆さんやってみてください。はい、じゃあありがとうございました。またね、バイバーイ。